アボカド。アボカド。学名。パーシアアメリカアナとは、クスノキカワニナシ属の常緑鉱木である。また、その果実のことも指す。別名。ワニナシ、ワニナシ。メキシコと中央アメリカ原産。低温に弱く、主に熱帯、亜熱帯で生育する。野生のものは、樹高が30メートルほどになる。果樹園の栽培では、次気法を取り、 生死もするのでそこまでは高くはならないがそれでも10メートルほどの高さになることもある。樹形は品種によって異なるが、葉の寿命は短く1年ほどで新章新長期には大量落葉する。濃い緑色の果実をつける。5月頃に花が咲き、果実の収穫は翌11から12月頃以降。日本産の植物で最も禁煙なものはクスノキかのタブノキ。 アボカドがいつ頃から食物として人に利用されてきたのかは定かではない。ただし、ペルーのチャンチャン遺跡からは、西暦900年頃のものと見られるアボカドの実をかたどった土器が出土してる。クスモキカの植物の葉を食べるアオスジアゲハやその仲間の種の食草である。またアボカドはいつ頃から栽培が始められたのかも定かではない。ただし、中南米では、 果樹として数百年以上にわたって栽培されてきたことは確実であり、遅くとも十三世紀から十五世紀頃までには栽培が行われたとされ、少なくともヨーロッパからの侵略者がやってきた時にはすでにアメリカ大陸、南北両方の熱帯地方のあちらこちらにおいて栽培が割れていた。果実の成熟に十ヶ月から十五ヶ月用し、また実に たくさんの栄養分が必要なので、アボカドの枝は毎年は実をつけず、格年で実をつける。アボカドには多くの品種があるが、既全体で格年結実する種と、枝ごとに格年結実する種がある。枝ごとに格年結実する種では、既全体としては毎年実をつける。アボカドの種種は果実としては比較的大きいが、これはアメリカ大陸ですでに絶滅した。 巨大動物に合わせて共振化したものだと思われている。スペイン、メキシコ並びに、中米のスペイン語圏では、アグアカテもしくは、アワカテ、南米のスペイン語圏では、パルタ、ポルトガル語圏では、アワカテと呼ばれる。ナワトル語のアーワカトルに由来するが、この語形自体がもともと近隣の殻の借用であると、する説がある。アボカドの名は、 ナワトル語で抗岩を意味する語に由来するという俗説が広く流布しているが実際にはナワトル語のアーワカトルはもともと果実名であり抗岩の意味は後から引入的に派生したと考えられる古典ナワトル語で抗岩を指す語としてはアテットルという語形の方が一般的である日本語名の元になった英語名はスペイン語でアボカドを意味するアグイコテと 弁護士を意味するアボガド、現代の綴りでは、アボガドとの混同で生じた形と言われる。なお、現代のスペイン語では、アボガドに、アボガドの意味はないが、フランス語では、アボガドと、弁護士は、全く同型である。日本語は、英語名アボガドの綴りに従い、アボガドの表記が正しいが、誤って、アボガドとも称される。は 果実の表皮が動物のワニの肌に似ていることに由来する英語での別称アルリンガトルペアを直訳してワニなしとも呼んでいた果実は生殖されサラダやタコスサンドイッチハンバーガー巻き寿司カリフォルニアロールなどに用いられるメキシコではアボカドはよく使われる食材でアボカドのペーストにトマト玉ねぎ香味野菜唐辛子 サルサソースなどを加えた、グワッカモレ、ワカモレは、一般的なディップでトルイーヤーのチップスですくって、食べたり、各種の料理のソースにしたりする。他にもアボカドは、様々な料理に加えられる。日本では、アボカドは醤油によく合うので、刺身のようにわさび醤油で食べたり、巻き寿司にしたりする。また、和風ドレッシングのサラダにも合う。ニュージーランドではサラダにすることが多く、 バターの代わりにトーストに塗ったりアイスクリームにもなるサーモンと合わせても美味しい日本で売られているアボカドのほとんどはメキシコ産発種であり一年中で回っているものの美味しい時期は3月から9月である少しだが輸入が始まっているチリ産やニュージーランド産はメシコとは季節が逆の南半球産なので10月から1月が旬になるアボカドは 不法和脂肪酸に富みアボカドオイルを作ることができる。アボカドオイルは食用のほか石鹸を作ることもでき、ブラジルではアボカド石鹸も多い。アボカドのみは樹上では柔らかくはならず、収穫後追熟させることで難化し食べ頃になる。日本の店頭で販売されているアボカドは完熟していないものが多く硬いが、常温で放置しておくと追熟して美味しくなる。こなすと、 火皮の色がより黒っぽくなるが、熟しても緑色のままの品種もある。表皮を軽く押してわずかに、柔らかさを感じるほど20から摂氏25度程度で、追熟せると軟化し食べ頃になると、皮が黒くなるが、摂氏17度で追熟させると黒くなる前に軟化する。摂氏21度程度が追熟には一番、よく、摂氏27度以上や、摂氏4.5度以下では変色する。 食べ頃に変色した時の色がついたシールが貼られているものもあり、シールと同じ色になれば食べ頃だと判断できる。果肉は綺麗な薄緑色であるが、空気に触れていると茶色に変色する。レモンなどの酸をかけると変色を抑えることができる。アボカドには3系統線品種以上があると言われる。現代の日本のスーパーやヤオヤで売られている皮が、 ゴツゴツしていてこなすと黒くなる品種は、ハス種で、ハス種は皮が厚くて、長距離輸送が容易なことや栽培が容易で多産であり、こなすと黒くなるので消費者に食べ頃がわかりやすい利点などで、他の品種を石鹸して、栽培、販売されるようになった。ハス種はメキシコで多く栽培されているが、系統的にはメキシコ系ではなく、グアテマラ系である。ハス種は、生産量では、 他の品種を圧倒しているが、皮が厚くゴツゴツしこなすと黒くなるその性格選手、以上あるアボカドの中ではむしろ少数派である。寒さに弱いアボカドの中でも、比較的寒さに弱い、ハスダネは日本での栽培には向かず、ベーコンダネやフェルテダネが向き、少量だが、高知や和歌山、南九州などの日本でも温暖な地域で生産も、されている。ベーコンダネや、 フェルテ種は皮は滑らかで熟しても黒くはならない。食味的にはハス種より上だとも言われる。南アフリカなどではフェルテ種の栽培も多い。実の大きさは品種によって様々で、小さいメキシコーラ種では100グラム前後、大きいアナハイム種では500グラムから900グラムになる。西インド諸島系品種では1キログラムを超えるものもある。しかしながら、 市場ではあまりに大きすぎる品種や小さすぎる品種は取引されず、世界で最も生産量が多く、日本の市場では大部分を占めるハス種では200から3 4 0ハス種に次いで多いフェルテダネは220から4 0 0ムの大きさである。品種は選手種を超え栽培品種は一部であり細部はよくわかっていない品種も多い。比較的栽培されることが多い品種について述べる。 以上のように、南アフリカ、イスラエル、スペインなどでは、複数の品種を見ることができる。世界的に最も多く栽培され、日本で売られているアボカドのほとんどを占めるハス種では、果肉に脂肪分が約18から25%含まれている。豊富な脂肪分を含むため、森のバターやバターフルーツとも呼ばれ、果実の中でも最もカロリーがある。しかも、この脂肪分は、 ほとんどが、いわゆる善玉脂質と呼ばれる不法和脂肪酸で、あ、血中コレステロールを増加させる心配が少ない。ビタミン E も多く含まれる。アボカド1個半程度で、成人男子のビタミン E の適正摂取量である 10mg を摂取できる。ただし、適切な収穫時期に収穫していない果実には、油分が少なく質の高くないものが含まれる。アボカドの属する クスモキカの植物には、種子散布に関わる蝶獣を引き付ける、栄養素として果肉に油を蓄える種が多くある。これは、多くの蝶獣種子散布植物が糖分を用いている、こととは対照的である。アボカドのみは、美味しく食べるには、追熟が必要だが、保存中に摂取4.5度以下に長時間さらすと、胃か束が変化し正常に追熟しなくなり、食味が悪くなる。 ここから摂取7度ならば30日程度は貯蔵が可能で室温に戻すと正常に追熟、軟化する。つまりアボカドの保存は摂取5度以下にはしないことが大事である。また、アボカドの実はエチレンガスがあると早く軟化するので長期保存したい。場合は換気してエチレンガス濃度を下げる必要がある。ハシ種は貯蔵性が高く、また、貯蔵技術の進歩もあり。 やや未熟な実を収穫してできるだけ低温で輸出するなどの農家の努力もあって一年中出回るようになっている。1980年代後半は世界全体で150万トン程度の生産があり、以降生産量は増え続け2005年には322万トンのアボカドが生産されている。流通しているアボカドの多くは1個250から300グラム。 程度なので100億個の桁のアボカドが生産されていると考えられる。日本の輸入量は1970年代まではビビたるものだったが、1970年代後半から増え、1980年には479トン、1990年2163トン、2000年14,070トン、2005年は28,150トンと急増している。 2005年では日本の輸入果実の中でバナナパイナップルに次いで番目に輸入量の多い果実となっている。アボカドの花は中ミツバチなどの昆虫が花粉を運んで受粉させるで一つの花にメシベとオシベがあるが一つの花の中でもメシベが成熟するタイミングとユーズイ、シベが成熟するタイミングにズレがあり簡単には受粉しない。アボカドには A タイプと B タイプの2種類があり。A タイプは、開花1日目の午前中に、メシベが成熟して受粉し、花は、一旦閉じて2日目午後に再度開花し、今度は、おしべが成熟して、花粉を出する。B タイプは、開花1日目の午後に、メシベが成熟して受粉し、一旦閉じた後、2日目の午前中に再度開花し、今度は、おしべが成熟して、花粉を放出する。 このようにアボカドでは、メシベの成熟とオシベの成熟が午前、午後とずれるので、小規模な果樹園に A タイプばかり、あるいは B タイプばかり植えても実はならない。タイプの違う品種を混植しないと、実がならない植物なのである。ただし現在のメキシコのように、極めて大規模な果樹園では、同一品種でも、開花期がずれるものもあり、昆虫が、 メバナの開花期まで花粉を持ち越したりするのでハス種、ばかりでも実をつける。A タイプには、ハス種、アナハイム種、デューク種、マッカサー種、メキシコーラ種、ピンカートン種などがあり、B タイプには、ベーコン種、クリフトン種、エドノール種、フェルテ種、ズタノタネ、サンタナ種などがある。果実、種、葉などには、ペルシンという物質が含まれており、 人以外の動物には中毒反応を起こす。ただし天然ゴムに対するアレルギーを持つ人は、アボカドでも症状を発することがある。インコ、オウム、モルモト、ウサギ、ヤギなどのペット、家畜に与えると中毒症状を起こし、痙攣、呼吸困難などに陥ることがある。馬、牛、犬、猫、フェレットに対しても毒性を示すことがある。しかし、 アボカド入りの犬猫フードやおやつも販売されており、企業の報告によると健康被害の症例はないとのこと。アボカドの毒性に関しては、まだ不明確な点も多々ある。また、未熟な果実や種子、歯には、ドーパミンやメチルカビコールなども含まれ、アボカドの種子を砕いたものをネズミの駆除剤にすることもあるが効果は高くはない。アボカドの毒性はそれほど強いものではないが、 アボカドの葉を大量に食べたヤギが死亡した例もある。農林水産省の統計では、その他の果実、熱帯果実に一括されており、生産量や出荷量は不明。和歌山県南部、鹿児島県奄美大島、沖縄県、高知県、愛媛県など、比較的温暖な地域で栽培されているが、生産量はごく少ない。ただし、個人レベルで発芽生育させ、 観葉植物として楽しむことは比較的容易で、寒冷地の路地上を除いて越冬も可能。栽培法の一例を挙げると、まず種子をよく洗って、果肉を取り除き、上端、果実の柄に近い部分でやや尖っているを上にして、3分の1ほどを球根の水栽培の容量で水につけておく。 日当たりの良い場所に置いて、水位を保ち、水が腐らないように水害しながら育てると、夏場で1週間、冬場で7週間ほどで発根し、さらに発芽する。発芽した後は、腐葉土や水苔など保水性の高い養土に植え替える。高温多湿を好むが、過剰な水分は木を弱らせる。温暖地であれば、水洗いした種子を直接庭や養土に発種しても良いが、 冷蔵庫で一旦冷やされたアボカドは発芽しない場合が多いので注意が必要である。発芽率が良くない場合は流通過程で冷蔵されている可能性もあるので購入店舗を変えてみるのも一つの方法である。発芽した後は成長が早く栽培条件が良ければ1年間で0.5から1メートル程度の高さになるが観葉植物として仕立てるには 成長段階で適宜剪定して樹形を整える必要がある。初夏や夏に植えると十分に成長する前に冬を迎え枯れてしまうことも多い。そのため桜の開花時期以降の4月頃に種を植えるのが最適である。比較的湿気の多い土壌を好む。寒さには弱く、路地植えの場合は雪や霜に直接当たらないよう注意する。低温や低湿度に弱く、 年間を通じ摂氏10度以上ある地域でないと、露地栽培は難しい。短期間でも、氷点下ではほぼ枯死するため、屋内でも摂氏10度以下の環境は避けるべきである。ただし、同じ発種でも品種によって耐性に差があり、摂氏15度未満でも成長を続けるものもあれば、落葉し幹だけになってしまうものもある。幹が枯死し,しなければ、春以降に芽吹く、可能性がある。 グアテマラ種の後輩種は、かなりの低温に耐えるとされる。また、露地栽培で、目や葉が出たばかりの高さ5から10センチメートル程度の状態で、初夏や夏を迎えてしまうと、気温が高くなって活動が活発になったダンゴムシやナメクジが、夜間に大量に群がて、新芽を食い荒らし、枯れてしまうことがよくある。開花、結実させることも可能で、 早ければ数年で開花に至る。ただし、お花と雌花の咲く時期が違うので、一本の木だけでは受粉させられず、確実に結実させるには、かなりの個体数が必要。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。